さやかです。この DVD すごくおすすめになっております。Twitter とかインスタやってるのでよかったらフォローしてください。ありがとうございます。同級生、小中高大ずっと一緒だった男の子、ずっと好きだった、お互いに好きだったけど、うずってこう素直になれずに、好きって言えなくて、で大学を卒業してやっとお互い素直になって好きって伝えられて、そこからのデートみたいなお話。メイドシーンで、お掃除をしてるシーンだったり、一緒にお風呂に入って温泉旅行に行ったりとか、あとは川の方で、遊んだりみたいな。20歳を超えて、一緒に初めてお酒をバーで飲むシーンがあるんですけど、そのシーンがすごくおすすめかな。実際お酒とかは飲むんですか？お酒飲むんですけど、最近弱くなっちゃって。お酒飲むとなんか足が筋肉痛になっちゃうようになって、そう全身痛いみたいな。お酒は日本酒が好きです。浴衣着、鬼着着てるんですけど、そこから脱いだというか、剥いだ瞬間が一番おすすめかな。今まで5作出させてもらってて、全部お兄ちゃんの設定だったんですけど、初めてこう同級生っていうなんだろうシチュエーションでやらせてもらって、なんかなんだろう、お兄ちゃんに対しての甘えじゃなくて、こう昔から知ってる人への甘えみたいな、こう同級生に対するっていうのがちょっとなんかまた新鮮で楽しかったなと思いました。今後はお姉ちゃんがしたいなと思ってます。お姉ちゃん。はい。年上の役。そうですね。この23歳の1年は本当グラビアを久しぶりに再開して、DVD も何本か出させてもらって、結構こう活動させていただいたなっていう印象なんですけど、24歳も続けながらお芝居の方とかも頑張っていけたらいいなと思ってます。はい。そうですね。なんだろう、学校のシーンとか撮りたいなって思います。はい、やってみたいなと思います。年上の役がしたいので、先生の役とかでもいいなとか思ってます。はい、そうですね。この作品も白の水着が着てるのが2着ほどあるんですけど、それをイメージして白の水着を選ばせてもらいました。はい、フリルが可愛くて可愛らしい水着になってて、はい、たくさん見ていただけたらいいなと。特に発表するものは今ないんですけど、Twitter とか Instagram とかも更新しているので、よかったらそちらの方をチェックしていただけたらと思います。よろしくお願いします。さやかです。この DVD すごくおすすめになっております。Twitter とかインスタやってるので、よかったらフォローしてください。ありがとうございます。